社長の金子龍也です。さあ今日はですね、インターネットを通じて初めて知り合って友達になった榎本亮君をですねゲストに、話を進めていきたいと思います。榎本亮君よろしくお願いします。お願いします。榎本です。お願いします。はい、では、早速なんですけれども、はい、榎本亮君がですね、はい、ヨーヨーを始めたきっかけと、はい、まあ、いつぐらいに買って何を買ってスタートしたかっていう話をお願いします。はいはい、僕は1997年の7月、まあ、末にヨーヨーを初めて買ったんですよ。で、その買う時の、まあ、買う時の経緯を話すと、ハローマック の新聞の折り込みに入ってる広告あるじゃないですか、はいはいはい、あれのハローマックの広告に、うん、ハイパーヨーヨーと書いてあって、なんじゃこりゃって、それを見て買いに行った。97年の7月28日に確か買ったんですよね。で、買いに行ったヨーヨーが、ヨメガのファイアボール、これ。で、まさにこの色、クリアイエローのキャップのファイアボール、うん、これも97年のロゴなんですけど、これと同じやつを買いに行ったのが、一番最初にヨーヨーを買った時です。なるほど。はい。コロコロとかじゃないの？コロコロじゃないんですよ。僕だからヨーヨー始めてから、うん、コロコロ買い始めた。そうなの、うん、その前も何買ってたの？ボンボン買ってたの？まあ、ボンボンも買ったことはあったけど、あんまりその定期的に何も買ってなかった。うん、ミニ四駆やってなかったの？ミニ四駆やってた。コロコロ買ってないの？ミニ四駆とかね。なんか連携してんじゃん。連携してる。勉強してるよね。そうだね。でも多分定期的には買ってなかった。毎月買ってなかった。たまに買ってたぐらい。ミニオンは確かにあった。じゃああの下敷きポスターにとコロコロ買ったりしなかった。いやもうね、あんまり家に買ってなかったかな。カブトムシとかよく取り入ってたし。そう。広告で買うっていうのは時代だよ。いや時代時代時代。だってまず新聞の折り込み広告で入ってるっていうね。まあ今はおもちゃ屋が入ってこないじゃん。入ってこないですよね。まあまあそういうのないからね。そうそうそう。まあそんなのがきっかけでした。はいはい、なるほどね。じゃあある程度こうヨーヨーやっていくと認定会に行くんだけど、はいはいはい、認定会、初めてのじゃあ認定会行ったところと、はい、まあどんな感じだったかっていうのね、はい、認定会は場所は八王子の大和田にあるおもちゃ王国で認定会があって、たのに行った記憶はあるんですけど、受けたかは定かではない。その時に、じゃあおもちゃ王国、俺も行ってないけど、うん、毎日やってるよね、見て。毎日やった？毎日やってた。あ、そう。うん、あ、何日行ってた？その頃。俺毎日行って、なんか最初は確か毎日やってて、か、なんか月水金とかで。ああ、はいはい。確か俺次の日かなんかに悔しくて練習して行ったか、次の週かなんかに行ったかでなんか結構ね頻度が多かったの覚えてる。だから比較的そうアレックスのカードを手に入れるまでは早かった。ああ、ベーシッククリアね。そう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 。まあほらスーパーはね挫折する理由がいっぱいあるって。いっぱいあったね。おもちゃ王国、おもちゃ王国っつったらね、認定の場所ですよ。場所場所、あ、床駐車場ね。そう、ボコボココンクリートのやつ、ね、ボコボコ、ヨーヨーがボコボコになっちゃう。ロングスリーパー成功してウォークザドックで僕が落ちたあの床ですね。コンクリコンクリっすか。めっちゃ思い出あるわコンクリね。よくやらせたな、うん、って思うけど、まあ、今となっちゃう。あれなんじゃない、傷をつけさせて壊して新しいのを作成。いやいやなるほどね。店側の、ね、まあ、そんなの考えなくても俺らやりますけどね当時の。いやいや、もう普通にやってたからね、うん、確かに。でも、言われてみりゃ普通に外でやってたしね、うん、そうじゃなくても次から次へと用意欲しくなりますからね。やってた。そう、あ、でもそう、最初に買ったこれはこの黄色のファイヤーはなんか知んないけどこのキャップを取りたいなと思って、取る手段を知らなくてロケットっていう技で一気にこう上に投げてコンクリにガボンつって落とすのを何十回もやってたら取れたっていうすげえ思い出がある、うん、もう周りもボコボコだったもん、うん、そう、そんなんでずっと使ってたな。じゃあ初めてって認定会覚えてないと思うけど、認定はどんな感じだったか覚えてる？認定はでも
でも結構あれだと思うよ、そんなに認定会には頻繁に行ってなかったんで、あのできるようになってから行ったと思う。なるほど。でクリアしたかな、はいはい、うん、そうできるようになるまではそんなに、ね、何回も頻繁には足を運んでなかった気がする。俺さ塾行ってたから当時覚えてないんだけど、八王子のその大和だとか、もちろん大和ってな、大和だとか、うん、あのバンバンとか、うん、八王子総合ってなんか有名人の子来てた常連で、なんかフリースタイル大会があった時にジャパンの子がいたのはもちろん覚えてるんだけど、はいはい、そうじゃなくてなんか普段からいたよみたいな、実はこっから出身だよみたいな子いる。自分が受けてたバンバンはいなかったかなと思うよ、うん、いやだと思う。そうか、あじゃあ八王子から、だからあの時だから八王子総合の屋上のフリースタイル大会で上手い人がいた、うん、スジャパンだからね、上手いよねそりゃそうだ、そりゃそうだなんか別格だった。いやもう全然違ったね、違うだったよ、あやばい、俺は無理だ、勝てない、俺は無理だな、で、その記憶もある、うん、でだけどチームユキっていう名前で、うん、まあ、あの、あれ、あれでも中学校か、中学生か、俺は小6だから、あ、じゃあ自分は中1で、そう、あの、ユキっていう場所があったんで、はい、名前どうする、いいよ、チームユキでよくねっつって、チームユキで出た3人で、よくねってすごいよね。ノリだからね。チーム指でよくねって出て、まあ構成もなくみんななんかわしゃ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 やってて、なんかぐちゃぐちゃのまま終わった記憶がある。そんな、なるほど、そんな思い出、はいはい、はい、です。そうか、じゃあ初めて行った、じゃあその認定会の上のイベントに、うん、チャンプキャラマンとか、はい、まあジャパンチャンピオンシップなんていうものがあると思うんですけど、うんうんうん、そこで初めて見た THP とか、うん、がメインの話は、はい、それは、僕が初めて行ったのは、八王子の目白台にあるハローマックであったチャンプキャラマン、はいはいはい、で鈴木亮一さんとか、あとは THP でスカイキャブリ、エヴァ・ミミック、うん、が来てた、いた、あ、あ、金子さんがいたと、そう、金子さんがいたと、ま、でここでニヤミス、ずっとそういう話をしてるんだけど僕らは冒頭で言った通りインターネットで初めて会った友達っていうので話を始めたと思うんですけれども、あの、まあ、2000年ぐらいにハイパーヨーヨーがまあ終わった後の話なんです。2000年でハイパーヨーヨーって終わるんで、うん、その時に、まあ、やっぱり、まあ、そのあれですよね、仲間がいない状況になるから、いや、いなかった、うん、そう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 、そう周りでやってる友達とかもやっぱりやめてっちゃって、まあ、バンダイのブームが終わる前からもうだんだんこうやめてっちゃって、で、まあ、小学校の時はすごいやったけど、自分なんかは中学になってある一定やめて、で中1から中2になってクラスが変わってやめちゃって、4月はやめるタイミングで、ね、そうそうそう、そこで大体やめるね、そう、そんな中だから本当に中学校3年間続けてやってたのは多分中学1年ぐらいかな、うん、でも自分はずっとやってたし、学校持ってようやってて、で中1の時に仲いい友達がいよいよめっちゃうまかった、あと その友達が八王子の八王子総合で認定受けて、八王子総合第1号のプロスピナーの友達、そうそう、八王子総合の第1号のプロスピナーの友達が、まあ、中学校で僕が一緒に出会って、席替えで後ろの席に来て、ああようやってるのってなって、そこで感化されてガチで練習し始めて、で僕がこう追い上げ、レベルをこうね追い上げてきたところで中2でクラス替えで離れて向こうはやんなくなって、でずっとやってて、でまた中3で同じになって、まあ、自分はこう学校持っててこうねいやいやってたから、また一緒にやり始めたっていう感じかな。そうそう、だからそう当時はやっぱりあのブームとともにね、プレイヤー人口がもうほぼほぼいなくなっちゃったもんね。そうだね、みんないなくなっちゃったもんね。
いなくなったから、そう自分もやっぱ一人一人ずつとかになっちゃうから、せめて町単位でやってるやつはいるんじゃないかと思って書き込みをしたら、はいはい、俺ヨーヨーやってるよと。当時のヨーヨー掲示板っていう掲示板があって、もう掲示板って今言わないけど、そうだねBBS も言わないけど掲示板っていうのがあって、そうそうそう、あって、そこで八王子でヨーヨーやってる人いませんかって金子さんが書き込んだのに対して、僕がそれやってますっていうので知り合った。だからその時はね、それこそね、今みたいにね LINE とかさ、そういうのさ、テレビ電話もできないしさ、顔も知らねえけど、とりあえずね、あれだよね、メッセンジャーだよね。そうだね、多分あの最初メッセンジャーでやって、そうそうそう、携帯交換して、そうそうそう、でそれでなんかたまたまなんかどあれ大学の文化祭、なんか八王子の南大沢にある首都大の文化祭の校庭かなんかでヨーヨーしてる人がいて、俺もなんかたまたまそこにいて、そうそうそう、でヨーヨーもしかしてしてるのってそうですかっつってメールしたら、そうですって連絡が来て、確か初めてだったんだよね、あの時。大学の文化祭かなんかで自分と、で自分ともう一人友達がいて、まあそれも金子さんが書き込んだヨーヨー掲示板で知り合った友達がいて、でその、まあ、自分はその子と家が近かったんで、ちょいちょい練習をし始めた中で、なぜか知られないけど大学の学園祭の庭でヨーヨーを一緒にやってて、そしたら金子さんから、でも会ったこともない金子さんからこのライちゃんにメールが来て、で今やってるって言って、今いるよって言ってやってるって言って、そしたらすぐそこにいたんでしょ。そう、見てたってことだよ、うん、でそれで来て、そこで初めての金子さんとの出会い、うん、だよね。そうだね、そうだ、同じイベントにはいるのにね。そう、そう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 、だから昔ね、うん、さっきの明治大の話もそうだけど、そうですよ、だいぶ脱線しましたけどね。いやだいぶ脱線したな。そうだね、明治大とかで結局一緒のチャンプキャラバンで一緒にその場にいてっていうね。そうだね、そうだね、そっからだよね。でもそこで初めて本当に顔を合わせて、そこからなんかちょいちょい練習し始めたよ。本来聞いていた、初めて行ったジャンプキャラバンでの思い出、はい、初めて行った DHP などの思い出をお願いします、はい、そうですね、それがそうですね、質問だったよね。最初のジャンプキャラバンでは、でさっき言った鈴木亮一さんとエヴァンミニとスカイキャブがいて、スカイキャブのサイドにこうアラウンドザワールドをする技を両手で同時に回してぶつかんねえのかっていう思いで、限りなくこうなってないやつね、この差がないやつね。そう、差がないのに、なんでこれなんでぶつかんないやばっていうのが、うん、一番衝撃に残ってる思い出。しかもスカイキャブは、うん、あの3分間の中にいろんな技をぶち込んでるから、はいはいはい、それこそループフープだったり、ね、他にもなんかオフストをやったりとか、そうですね、しかもファイヤーボールから、より解いてやってたじゃんとか、しかもファイヤーボールでウィップキャッチとか持ってて、いやだからあの当時じゃマジで考えられないような技をただやってたのは思う、うん、ね。まあそれかな、明治大の思い出って言ったらそうかな。あとは僕の友達が2位になったっていうね。ああ、まあそれもあるんですよ。ちょっと長くなんないように、ちょっと俺あの時のチャンプキャラバン出てたわ。そう、自分も出ててマジで俺ね、あの時も犬の散歩に事故った犬の散歩どんだけコンクリートやつ、ここも駐車場だ、あ、駐車場だ、そう、あれでしょ、31の前の駐車場、そう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 、31とハルマフクがあるここの駐車場、そうあそこもボコボコやねそうだね、あそこで、ね、自分も出て、自分もなんか途中で失敗したんだけど、友達は最後まで行ったんだよ、うん、なんだっけかな、最後ね、なんかの耐久だったのかな、うん、左手のループ耐久みたいなんで、うん、で、まあ逸話があって、うん、あのヨーヨーはこう変えちゃいけないのに、僕の友達とバトルする相手がこっそりヨーヨー変えてて、うん、それでループをなんかいい戻りいいやつかなんか使ったのかもしれないけど、それ使って勝ち上がったってずっと友達が言ってて、うん、のくせにでももらった景品がファイアボールのグローのファイアボールの海外版が2位の景品がね、1位がミラージュかなんか、2位がそれで、結局結果めっちゃ喜んでたいやミラージュよりこっちの方がいいだろみたいな感じで、そうか、超喜んで、成績じゃない、そう成績じゃない、うん、まあ成績も大事だけど、まあ1位はね1等100本ある、
それと比べたらちょっとあれかもしれないけど、でもやっぱり海外版のファイヤーの方がやばくね。あー、クリアキャップグローのやつね。そうそうそう、あれをもらえたっていうのがすげえ喜んでたんだけど、まあ、でも今はもう全然実家にあるっていうか、まあ、そうなん、使ってないの。まだあのスピナーズボックスにちゃんと入れて、そう、ロングスリーパー専用のハイパーレイダーとかそんな表に入れて分けたの。そう、へえ、持ってるような友達がいる。なるほどね。そう、まあ、まあそれがな、チャップギャラマンの思い出はね。うんうん、なるほどね。 JCS とか行ってない？ JCS は第3回かなそこでも俺行ってるから、いや、そうだ。じゃあ第3回だと思う。JCS そうなんだよな。行ったんだけど、何回かでも応募はしてて、うん、まあ当時あのハガキでね、そうだね、ポロポロに、うん、チャンピオンシップ出る人は応募みたいなのがあって、応募して、うん、でも落選もしたんだよ。うん、当たんなかったことあるんだよ。で、だってちゃんと出れるようになったらプロスピナーになってからの気がしなくもないんだけど、はあ、だから、ただ行ってるっていうのは。え、いくつだ、いくつ、いくつ、何が番号、番号。いや、多分記憶でいくと7405番とかだった気がしなくもないんだけど、俺もな、この間ね、写真撮ったから多分ね、すぐ分かんないけど7600とかだったから。それもまだ7400じゃねえかな。また近いんじゃないの？近いけど、金子さんに勝ってんじゃないの？そこ重要だ。まあ、誤差だよね。あ、あったあった。何番？僕ね、7663っす。あ、ほんとっすか。うん、あ、じゃあ、僕の方が先輩の可能性あるかな。もういいですね。プロスピナーの先輩。いやいやいや、プロスピナーの先輩。僕の前に7662人いますからね。いや、の先輩がいるんですよ。うん、そのうちも一人。マジか。長えなさ。先輩、そうっすね。あ、そうっすか。ああ、お前そうか。なんもともとさ、そもそも言ったら1個上ですからね。あ、そうそうそう。僕なんか敬語みたいに話してるけど、僕の方が1個上なんで。普段。あげくの派ね、覚えてます、忘れてると思いますけど、僕あれですからね。大学も先輩ですからね、野本さんね。僕の。そうだよ。そうそう。で、そうだ、ヨーヨーでそう知り合ったのに、なんか結局大学が同じ大学で、あれじゃん、大学の中庭でなんか予約するやった、やったやった。そうだよ、そうだ、うん、言われるまで忘れた。今パフォーマーの人がいるんだけど、はい、年齢一緒で同じ大学で行ってた。パフォーマー一緒だでもその時はなんかちょっとできるぐらいだったっつうの。あ、そうなんだ。からなんか、俺めっちゃ大学で練習してたけどみたいな。やってたね。話をしてた。そんな、うん、そんな思い出もあるわ。さあ、そして脱線しまくってるので、本来のトピックに戻すと。はい。やばいな、地元トークしまくってるから、もう全然、いやもうあれは脱線しまくりですけど。脱線だよ、言う言う。はい。そうだよ、こんなのやってたら一晩いけるよね、全然。ちょっとなんか飲み物、食べ物が必要だと思う。本当だよね。じゃあ、はい、次ハイパーヨーヨーの、まあ、まあ例えばハイパーのファイヤーボールとかブレインとかっていうのは、まあ、海外版も当時ほぼほぼ同時に流通してたからハローマックとかでも買えたんだけど、そうじゃなくて例えばターミネーターのヨーヨーだとか、あ、まあ、そういった感じの海外製のヨーヨーっていうのは初めてこう手に入れたのはいつ？ねー、あれだ、タイガーシャークじゃない？こうどこで買ったか全然覚えてないんだけど、あれじゃないですか、KO アートマンじゃないですか。アートマンかな。タイガーシャーク的なアートマンあったでしょ。 あそこはまああったと思うんだよね。いや、タイガーシャークとかだった気がするんだよね。あとは海外版でしょ。あのブリザードとタイフーンは海外版じゃないよね。あれはそうだね、日本の会社が入れてたから海外版ではないね。じゃないよね。だからあれはまた版くらいの気がするけど、で、うん、で、いやでも本当に海外版のヨーヨーとか持ってなくて、全然持ってなくて、うん、多分 JCS とかの最後の方に X ブレインとか売ってなかった。 X ブレインはでもあのバンダイラインなんで。あ、バンダイラインか。あれ、うん、バンダイの先行販売なんで。あ、そっか。エクストリームラインです。ハイパーワークとかでしょ、ファイヤーストームとか。ああ、そうだ。そうそうそう。あ、それがだから結構でも後期か、うん、だいぶ後期だね、うん、ちょっと行き過ぎだね。まあ、じゃあタイガーシャークかな。タイガーシャークだったような気がすんな。うん、じゃあ次はヨーヨーをやってて、
良かった思い出。ヨーヨーをやってて良かった思い出、とりあえず人に見せたら驚かれて、わーなんか急にこう、あの内容ない感じになるの内容なくなっちゃった。いやいや、思い出はそうだよ。だってもう、あのだからまあもちろんね、僕らの同世代の人にヨーヨーを見せたら、それはね、みんな知ってるわけじゃないですか。で、一緒にやってた、当時やってた人に見せると、まあ今となっちゃうね。まあ一時なんかさ、悲しい時代あったけどね、まだヨーヨーやってんのみたいな時代多々あったけど、そう今となっちゃう。みんながこう、あれだよね、思春期とともにこう大きくなっていった時、まだやってんの、まだやってるよ。ハイパーヨーヨーだ。そう、まだやってるよ。永遠言われるやつね。そう、まあ、なんなら中学3年やってたけど、高校でも学校でやってたし。一人なんか、ね、でもなんか俺この間同窓会去年ぐらいにあったんだけど、去年の6月になんかまだやってんのな、そういうその時のあの部屋じゃないけど言われた、まだやってんのねって。まあなんか一方的にみんな俺のこと知ってる、まだ結構なんかイベントに出てる、知ってるだから、まあまあね、なんかその意味が変わったよね。あ、まあ、まだやってる意味は違うから、あの頃はもうブルーが終わったのに、まあ、完璧なあれだからね、冷やかしだったのか、冷やかしでありのディスりであり、もうやってるの、今のブルーなんてやってるのだったけど、ね、今となっちゃもうなんかもうそのまだやってるっていうことにめっちゃ驚かれるよね。だってもう20何年、まあそうあれじゃないですか、僕らがこう受け取れるようになったっていうところが僕らが大人になったって思うじゃないですか。まだこうやってやろうって言われて、なんかこう後ろめたいところがある、うちはまだまだみたいな、あーポジティブに捉えられるのに。まあでもそう、多分それはポジティブに捉えようとしてきたからじゃない、20年そうだ、20年は長いわな。いやそうだよな、20年もそう考えてたらそりゃそう言われるわな。だってしかもあれですからね、20年言いましたけど、97からカウントすると23年ですからね。23年、23年ですね、23年だわ。そうなんだよ、しかも僕と出会っても18年ぐらい経つんで。ああそうだね、うん、18年ぐらい経ってるから、うん、だいぶ長いっすね、うん。まあでも本当にいろいろやってて、まあそれこそあの知らない人、自分の別に友達とかじゃない人でも見せると、なんかそれきっかけに、あ俺もやってたよ昔、ちょっとやらしてよって、全然できなくて、あじゃあこっち使えばみたいなんで、なんかフォワードパスとかをやりだして、なんかそこに生まれるコミュニケーション、その共感と同じ時間を共有できる感じね。あのコミュニケーションがあるのは、あ、まあ、あ楽しいなって思うかな、まあ、そういうところは結構いろいろやってて、うん、面白かったとか良かったとか思えるところ、面白いですかね、はい。じゃあ最後にヨーヨーやってて良かった点は何ですか。ヨーヨーやってて良かった点なんすかね、なんすかね、ヨーヨーやってて良かった点はね、いっぱいあるのはいっぱいあるんですよ、うん。まあそういった人とのコミュニケーションツールにも今となってはなるし、なんなら自分がヨーヨーやってるのを知っててね、それこそ結婚式とかでヨーヨーやってよとか言われて、うん、ああいいよやるやん、全然やる、むしろやるみたいな感じでヨーヨーをやる時間をくれたりで、まあそこでまたね、全く知らない人がこう見ててね、ヨーヨー、あ今のヨーそんなんなんだみたいなの言ってくれたり、まあそれきっかけでこう話したりっていうのも良かったなって思うし、あとヨーヨーやっててあれじゃないですかね、なんか良くも悪くもなんですけど、なんか頑張りゃなんとかなんじゃないかなっていうのは思わない、わかる、ヨーヨー、そう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 、やりゃできるか、なんかやっぱり何年もヨーヨーをこう練習してきて、ずっとできない期間を経ての結果できるようになったっていう部分が、まあよく言えば自信にもなってんじゃないのかなっていう気はするんだけどね、うん。でやっぱそれがあって、なんか新しいこととかじゃあ始めてみるかみたいな思った時に、ね、結構挫折とかするのかもしんないけど、なんかヨーヨーがいい影響を与えてたのか、いやいやいや、やってみればできるでしょみたいな気がしなくもない、うん、っていう、まあそういった、なんだろう、ポジティブに考えられる、まあヨーヨーのおかげかなっていう、っていう気はする、うん、それ結構でかいかなっていう、今となっちゃうね、いや、最近だけどね、それ気づいたら、うん、
まあまあそうね、ちょっとずつちょっとずつ僕らもね大人になってきて、そう思ってきますけど、うん、かなと思うけどね、うん、じゃあ金子さんは？まあやっぱり、うん、まあ、なんか合言葉のように、うん、やっぱみんなと喋ってて帰ってくるんですけど、やっぱ友達が増えるっていうのはやっぱり究極のものだなと思ってて、うん、やっぱりヨーヨー1個から始まって、うん、まあそうじゃなかったらこれはないわけであって、この会話もないし、そうですね、今ここにいるのもそうだもん、そうそうそう、結局そうだ、だからまあヨーヨー1個を通じて、はい、まあ、やっぱりその大会だったら同じところにいて同じものを見てて、あの時のあれ良かったねっていう共感もあるし、その例えばあのヨーヨーってさっていうその共感ができてあるね、そのさっきも言おうと、まあ、ハイパー用の話とかもしたけど、やっぱそういうのがあるっていうのが、まあ、やっぱすごく良かった点かなってことなんで、うん、そうね、確かにヨーヨー一つで結構コミュニケーションツールになるね、ヨーヨーやってる同士もやってない同士でも結構なる、今となっちゃなる、それこそね、このヨーヨー一個でそんだけ語れるなんて話だよ、そうだ そうだね、こんなやりだしたらまた終わんなくなっちゃう、そうだね、ということでこの20分間もうかれこれ多分これ2話制なんで、あ2話になったんですけど、これかれこれ多分30分ぐらいになってると思う、そんなやっぱり地元トークもね話しながらやっていくと僕らはね、いや長くなってしまうので、そうね、まあ、はい、そうね、今日はこんな感じでしましょうか、あ、いやすいません、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、またやりましょう、他の企画もいろいろあるので、あ、ぜひ手伝っていただいて、また呼んでいただければ、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあではまた、また。